ちは、ボス。はい、今回はですね、分速を活用した限界シリーズの第9弾になります。9回目となる今回は、また後ろの足をですね、このように、回り込むような動きをしながら対応する、この分速開き足で相手のですね、ワンツーに対して、突き技に対して対応する流れを紹介してみたいと思います。はい、この後ろ足をですね、このように回し込む開き足での繰り返しについては、まず、下段回し蹴りに対する対応をね、こちらに来るものを対応する動きをやりました。そして前蹴りに対する対応も行いました。そしてその次には上段回し蹴りに対して対応する動きをやりました。はい、今回は先ほど言いました突きに対する対応ですね。相手のワンツーを例にとってですね、それに対して、後ろ側にこのように回し込む開き足で対応する形の繰り返しを紹介してみたいと思います。はい、それでは今日もよろしくお願いします。押す。はい、それでは実際にですね、動作の方をやってみたいと思います。まずこのように構えている状態で相手がワンツーを打ってきますね。このワンツーを打ってきた、相手の動きに対して、その場でこうね、受けるのではなく、運速を活用する受け返しですから、相手がついてきた瞬間に払いながらも、相手の突きを払いながらも、スッと、運速を使って転身をします。そして、また引いた側、回し込んだこの足の方で下段回し蹴りを返すという形でやってみたいと思います。はい、それではじゃあ5回ほどやってみますね。はい、1、2、受け流して返す。はい、3、受け流して返す。4、受け流して返す。5、流して返す。はい、このような流れになります。動作としてはですね、心がけてほしいことは、相手の突きをですね、あまりにもこう受けよう受けようと思いすぎないことです。受けよう受けようと思いすぎるとですね、どうしても手ばっかりに頼って足がついついこう動かなかったり、動かすのを忘れてしまったりということになりがちなんですね。あくまでもですね、受けよう受けようという気持ちよりも、相手がついてきた瞬間にそこにいないっていうぐらいの気持ちの方が大事です。ね、あくまでも手の方はあくまでも補助であって、メインはあくまでも運速だというくらいの気持ちでやると、いい形で対応できるんじゃないかと思います。ね、相手の突きに対してどうしても受けよう受けようではなく、相手がついてきた瞬間にそこにいない、あくまでも手の受けは補助、そのくらいの気持ちでですね、あくまでも運速をメインに考えて対応するような気持ちでやることがですね、上達につながっていくと思います。はい、それではですね、次は回り込んだ時の前側に来る足で対応する形をやってみます。はい、じゃあ同じ要領でワンツーに対して、相手がついてきたらまずそこにいない気持ちですね。はい、1、スッとそこにいない形取って、この状態からバーンと返します。はい、いきます。2、3、スッと手を離して返す。はい、4、5、はい、このような流れですね。はい、またこれもね、いつも言ってますけど、前足の攻撃はどちらかというとその次に入ってくるような突破口につながる動きですから、動作をね、バーンとやった後に自分の何かやりたい技、好きな技につなげていけるような形をいつも意識の中に置いておくといいかと思います。はい、じゃあこのようなですね、相手の突きに対しての開き足を使ったこの運速の受け返し、はい、これをまた実際にですね、組んでやる形を紹介してみたいと思います。はい、それではですね、また組んだ形の動作を説明していきます。はい、今回も、大関先生の方にですね、協力してもらいながらやっていきたいと思います。はい、正面にえい、押す。お互いにえい、押す。はい、それでは構えて、はい、じゃあまずワンツーに対して後ろ側の足をですね、回り込んで、その足で下段を返す流れです。はい、じゃあ5回ほどやってみます。はい、1、2、3、4、5、はい、はい、はい、じゃあ今度は後ろ側の足を回し込んだ時の前に来る足ですね、前に来る足で相手の奥足に返す形でやってみます。はい、それではじゃあ5回いきますね。1、はい、
1、2、3、4、5、えい、はい、はい、このような感じになりますね。今は普通にこう受ける形で、後ろの足で返す、また前の足で返すとやりましたけども、だんだん慣れてきたらこの手もですね、ただ受けるだけじゃなく少し相手の突きをこのかけてみたり、ね、そういうふうな、より崩す要素を加えられるとさらにいい流れになると思います。はい、じゃあそんな形でもですね、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ3回ほどですね、後ろ側の足で返す流れをやってみたいと思います。はい、1、はい、2、3、はい、はい、ちょっと見えづらいかもしれませんので角度を少し変えてやってみます。相手の突きをですね、かけながらより開かせて、相手の体勢を開かせて、相手の状態をですね、無防備な状況を作って技を返す流れになります。はい、じゃあもう一回、3回ほどやってみますね。はい、いきます。1、はい、2、3、はい、はい、そこまで。はい、このような形でですね、同じこの運足で、まあ、受けるにしてもですね、このかける動作を加えたりするとより相手を崩しやすいという、ね、そういう状況を作ることができます。また今は下段をですね、例にとってやってますけども、今までの受け替えシリーズもいつもこう下段を返す形でやってますが、必ず下段を返せなきゃいけないというわけではありません。あくまでも自分のですね、好きな技、得意な技で活用していただければと思います。一応初級者の人たちにも分かりやすいようにということでですね、まあ、下段を例にとっているだけですので、皆さんは自分の得意な技、好きな技、いろんな技を当てはめてぜひ活用してみてください。また、今のようにですね、こう一発の単発ではなく、その、下段に出すにしてもですね、捨て技の突きを出してから蹴ったりとか、ちょっとこう連続技ですね、複合的なコンビネーションみたいなものも、交えて使えるとさらに、いい動きになっていくと思いますので、いろいろと工夫してみてください。はい、それではこれで今日の動画は終了になります。本日もありがとうございました。正面に、えい、おっす。